やっほー、俺はコカ・コーラレンジャーのコカ・コーラ1号だよ。全国の自動販売機を回ってるんだ。今日俺と戦う自動販売機はこの MCC コーヒーの自動販売機だな。どうやって倒そうかな。ここは MCC コーヒーと MCC 紅茶と MCC ココアが売ってるんだな。しかも当たり付きみたいだな。なかなか手強そうだ。それじゃあまずはお金を入れてみよう。そしてここのボタンを押してみるぞ。こっち。お、 MCC コーヒーが出てきたぞ。これで少し相手の体力が減ったみたいだな。よし、どんどんお金を入れてもっと相手を弱らせるぞ。こっち。今度はまた MCC コーヒーか。3本目も行ってみよう。今度は MCC ココアが出てきたぞ。ちょっと飲んでみようかな。いただきます。ふぅ、おいしいな。4本目も買ってみよう。今度はMCC 紅茶が入ってたぞ。これは頭の上に置いておこう。どうだ MCC コーヒー自動販売機、そろそろ体力が限界なんじゃないのか。えいえいえい、あー、俺の MCC 紅茶が落ちた。次は5本目、いくぞ。落ち、 MCC ココアだな。6本目でとどめだ。バチ、 MCC 紅茶が入っていたよ。まだこの自動販売機倒れないな。よし、7本目も買ってみよう。あ、お金がない。もう攻撃できないぞ。どうしよう。よし、お金を入れずにボタンを押してみよう。売り切れてる。ん？お尻の方になんか蓋がついてるぞ。あ、お尻からお金が出てきた。うわ、え？ジュースが出るところからもお金が出てきたぞ。どうなってるんだ。今日の敵はなかなか手強いな。おい、パトレイン1号、何してるんだ。え、俺はパトレイン1号じゃないぞ。ジュースレンジャーのジュース1号だぞ。いや、コーラレンジャーのコーラ1号だったかな。名前を忘れちゃった。いやいやいや、パトレイン1号じゃないか。うわー、バレたー。おい、待てよ。みんなバレないように変装しようね。それじゃあまたね、バイバーイ。